皆さんこんにちは。宮崎院の宮崎仁です。皆さんは血液内科がお好きですか？苦手な方も多いのではないでしょうか。学生時代に国家試験の勉強で学ばれた難しい血液疾患は血液専門医以外の診療で遭遇することは稀です。今回の番組では、皆さんが毎日実際に見ているありふれた血液疾患や血液検査の異常のみに焦点を絞った町場の血液学を学んでいただきます。第1回目は最も頻度が高い小球性貧血についてお話しいたします。はい、では最初のケースですね。44歳の女性です。パート先の検診で毎年貧血を指摘されたけど放置していたとですね。今回は立ちくらみめまい感を自覚されるようになって受診されました。でこれが血液データですけれども、ヘモグロビンは 8.8 と低下してまして、 MCV67.2、 これ小球性の貧血ですね。でちょっとこちらを見ていただきたいんですけど、血小板は 44.6万というふうにやや増加しております。でこれはまあありがちなケースで、皆さんこういうケースたくさん見られると思うんですけど、読み方としては、小球性貧血と血小板増加で、鉄の検査をしますと血清鉄は低下しております。でフェリチンも 4.9 というふうに下がっているということで、こういう読み方ですね。で、まあ、これ診断は、まあ、言うまでもなく鉄欠乏性貧血ですね。まあ、貧血の中で最も多いタイプの貧血です。でじゃあ鉄欠乏性貧血と診断した場合に、じゃあ鉄剤をですね処方して終わりっていうことではないですね。